俺の区間は AWM。はい、どうも、ソリです。今回はですね、NGP マント、この間配布されましたよね。すごく見た目がいいっていう風になっているわけなんですけれど、こんなですね、まあ、NGP マントに、一つですね、とある疑惑というのが上がっているわけなんですよね。今回はそちらについて、まあ、ちょっと解説していこうかなという風に思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まあ、この NGP マントの方ですね。はい。まあ、いろいろですね。見た目がいいっていう風に評判が上がっているわけなんですよね。まあ、結局ね、まあ、結構課金した人の中からさらにですね、選別されて当たるみたいな。だいぶま、重課金者の中から抽選って感じに、まあ、実際はなっていたと。まあ、そもそも NGP 自体が課金した時の特典なんで、まあ、そこら辺に関しては別に僕は文句ないんですけれど、一応そういった具合になっていたわけなんですよね。で、まあ、この NGP マントの方、今回は7日間の限定の体験版のカードってのが配られたっていう風になっていたと思うんですが、皆さんその、今後 A 級の NGP マントの方に関しましても配布されるとか、あとまあイベントの方で抽選でもらえるっていう風に思われてないですか。僕も思っていたんですよ。 A 級が次もらえるんかなみたいな思っていたわけなんですよ。ただまず見てほしいんですけれど、今回のその体験の配布イベントの告知の方をちょっと見ていくと、まあ、こんな感じで後日また改めて発表しますよっていう風に書かれてはいるんですけれど、どこにもその A 級を上げますよという風には書かれていないわけなんですよね。これはちょっと怪しいなと思って。NGP の、まあ、特典で言うと、NGP のアイコン枠の方ですね。まあ、これがあったと思います。アイコン枠の方に関しましても、一月の間、30日の限定仕様っていう風になっているわけなんですよね。うん。ここは30日かと思って、30日の、まあ、限定仕様のアイコン枠。そしてプラス、NGP マントの方、今回の説明文、こんな感じになってますね。体験の方なんですけれど、7日間にもかかわらず、365日の使用権を獲得っていう風に書かれているんですよ。ここ見ると、これ NGP マントって、もしかして次後日開催される NGP マントのイベントでもらえるものに関しましても1年間の体験なんじゃないかっていう、これはちょっとね、そういう疑惑がちょっと上がっているんですよね。まあ、この説明文365っていう風に間違えるっていうことは、まあ、つまりは365にする何かしらがあるわけで、体験で普通その365日ってないですからね。まあ、ですので、まあ、アイコン枠と同じく、まあ、1ヶ月ではなくて、まあ、1年の使用権っていうのをですね、まあ、次のイベントに関しましても、まあ、渡すっていう風な感じになる可能性っていうのは、まあ、これ十分あると。体験だけれど、まあ、一年だったら結構長いしいいだろうっていう考えで、まあ、してくるのかなっていうふうに思いますね。まあ、僕も別に一年あるんだったら、ま、それでいいかなとは思うんですけれど。ただま、後日始まるイベントイコール A 級がもらえるわけではないということをですね。まあ、皆さん覚えておかないと、まあ、次ですね。まあ、もしもまたイベントが来てもらえるのが体験だったら、まあ、困るわけじゃないですか。それに対して全力を尽くすわけにもいかないと思いますし、わざわざその、たった一年の体験に対してですね。あと、今回もですけれど、課金税が相当重課金した人の中から抽選でって感じになってましたんで、まあ、重課金していないんだったら、次回以降の NGP マントのイベントに関しまして、まあ、全力を尽くす必要はあまりないっていう風にですね、皆さん覚えておくと、まあ、いいと思いますね。もうほぼ重課金税しかいない。まあ、重課金税じゃない人もいらっしゃったかもしれないですけど、僕の確認する限りはほぼ重課金税しかいなかったんで、まあ、そう考えると、まあ、わざわざその NGP マントのイベントに対して、例えば今回は1200金券課金してくださいねとかありましたけれど、重課金税じゃないんだったら、1200金券ですね、課金しなくていいわけじゃないですか。まあ、ですので、どういう風に、ま、NGPマントイベントに向き合っていくかっていうのも、まあ、今後ですね、考えることできると思いますので、まあ、そうやって皆さんですね、おのおののその財布事情と今のキャラクターの情報と合わせて考えてみるといいのではないかなっていうふうに思いましたね。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。でまずこちらですね、ケツマントも男から女に変えれるんですかと。どうなんですかね。まあ今回はマントを含む、まあ、一部のっていうふうに言われてますんで、マントメインになりそうですし、まあ前回もね、あのマント違うやつですね、実況者コラボのやつとか、まあ、できるんじゃないっていうふうにまあ言いましたけれど、それに関してもね、なんかキャンペーンものっていうのはできなくてもこれ文句言えないなとは思うんで、期間限定ものっていうのもですね、まあなんでどうなんでしょうね。まあケツマントはまあボトムズなんで、まああれですよね。で次ですね、少しの間東京リベンジャーズと重なっていたから超高率でレベル5アカウントを生産できて美味しかったですね。2000ダイヤ消費、チップショップに行く、射撃場3回入る、これでレベル5になりますと。まあいろいろね、あの経験ポイントとかミッションとかも毎日ありますもんね。まあそこら辺活用していくんだけれども、まあ最近はレベル5まで上げないといけないっていう理由もないですし、僕はまあ増やす理由もないんで研究してなかったですけれど、だいぶまあレベル5まで上げるのも早くなってますよね。ただまあレベル5以上のアカウントを作ったところで、残念ながらあのアカウント引き継ぎは今後どうなるかわかんないって感じなんで、どうなんだろうっていうね。まあ金枠の価値っていうのもね、一つあたり下がっちゃいましたもんね。新車持ってる程度だったらもうそんなにって感じになっちゃってまして、まあ、他の
解いていろいろ持っているものを作って初めてっていう感じにですね、まあ変わってきておりますから、どうなんだろうなっていうね、まあリセマラとかもなんか考えないといけないなっていうね、やめるとかではなくて方向性っていうのをですね、考えないと。今年はなんかね、リセマラ受難の年ですよね。まあ5月過ぎてからどうなるのかっていうところを、まずちょっと様子見ていきたいなっていうふうに思ってます。で、次ですね、遊戯王のアプリ始めてみたけれど、遊戯王のルールわからんし、初心者向け動画も作ってほしいですと。あ、いいっすよ、全然。サブであげますね。そのコメントで具体的にそのどういうところがわからないかっていうところを教えていただけると、まあそれに関して解説していくんで、まあよろしかったらですね、それもあのコメントしていただけると、まあコメント欄は僕チクチェックしてるんで、まあ、よろしければお願いします。ぜひね、コメントしていただいて、まあ、それで動画できれば素晴らしいなと思うんで、お願いします。で、次ですね、SVD とジープとカートと、なんか知らない飾りみたいな乗り物と、まあ、次のコラボレーションですよね。まあ、あと、ヘリのスキンとかね、来そうっすよね。来そうとか、まあ、中国の方で出てるっていうね、解析情報が。まあ、あれがね、まあ、本物なのかわかんないし、まあ、本物であっても、まあ、コラボレーションのね、解析情報なんか出すわけにはいかないんで、まあ、出さないんですけれど、一応そういう風にはなってますよね。構成もね、なんか宇宙船みたいな感じでかっこいいんですけれど、まあ、解析が1日2日前ぐらいから出てるんですよね。どこから来たものなのかもわかんないし、どっから解析して出したものなのかもわかんないし、まあ、解析して出してるものやったら、公にするわけにもいかんしな。普通にバシバシ犯罪やからね。向こうの方とかさ、中国とかって原神のリークとかで、捕まっとる人とかも普通におるのに、要するようなっていう風には、マジでこういうの見ていてね、毎回思うんですよね。日本の方でも原神ね、この間怒られてましたし、まあ、違うゲームでもリークはやってくれっていう風に、ゲーム開発者が自ら言ってるケースとかもあるんで、そこはね、さすがに。まあゲームの公約コード内のものであれば、まあ公約コードに関してはあんま言わんですけれど、さすがにね、コラボレーション系ってのはそういうわけにもいかないんで、ね、その辺はまあ、ね、気使った方がいいっすよね、さすがに。で、次ですね、プロチームであるべき処罰、公約界隈は処罰っていう処罰がないですよね、と。この間プロ野球の千葉ロッテのですね、清田選手っていうのが解雇されてましたよね。ね、クラスターが起きている状態で、感染者の濃厚接触があったにもかかわらず、それをその虚偽申告して報告しなかったっていう。まああれ、不倫とかはどうでもよくて、そっちの方が問題で解雇されたっていうね。まあその組織としてやっている中で、そういうところを隠すのは、まあ公で活動するようなプロ野球の選手としてはどうなんかっていうことで、まあ処罰の方ですね、されてしまったわけなんですけど、まああれがですね、まあ企業の正しい姿だと思いますし、まあ公で活動して、プロのですね、スポーツ選手として活動する上では大事なですね、ことやと思うんですよね。まあ今の e スポーツで、まあそれができている、まあ企業とかチームっていうのはないですよね。全く一つも存在しないという形になっておりまして、e スポーツって、まあ最終的にプロ野球ぐらいのところまでを目指してるんですよね。同じプロスポーツやったら。だったら、そういうところも僕は見習った方がいいと思うんですよ。成功している、成功者がそういうことをしてるってことは、成功者の真似をしないといけないわけで、まあそういうところを真似しなくて逆行くんだったら、まあそれは失敗するよなっていうふうに思いますね。人は増えずに自利品になっていく。プロ野球はね、少しずつまたファンとかも増えていって、まあ10年、20年推移しているわけじゃないですか。まあ逆を言ったら当然結果も逆になりますよね。結果で語るんだったら、そういうところをね、結果を出すためにそういうこともしていかないといけないっていうのは大事だと思いますけれど。まあね、結果が全てなんで。プロの選手は、結果を出すための努力っていうところは、いろんなところでする必要はありますよね。で、次ですね。すべての過ちは、フェラーリ以降に車が出すぎたことと、そうですよね。車、だいぶ出ましたよね。ランボとか、初心とか、実装されるたびに強い車っていうのが出るっていう、あとマクラーレンとか。まあ、そこら辺でなんか課金の流れにですね、ついていけずに、コアコードやめましたっていう人、もうやっぱりしばらく経った人の中には、すごく多いと思うんですよね。あれで、いや、やっぱそういう車がないとさ、めちゃくちゃ課金してないとさ、このゲーム楽しめないじゃん。じゃあもうやめようっていうふうに思って、やめた方、あのタイミングで、コアコードが始まって1年目2年目差し掛かるぐらいで辞めた人ってのはまあものすごく多いと思いますね。まあもったいないことをしたなっていう風にあれ見ていいと思います。まあ客単価ってのは大幅に上がりましたけれど、まあ公約行動の寿命ってのはあれで下がっちゃいましたよね。後で苦しむのは残る社員なんですけれど、まあ辞めてもいいだろうぐらいに思っていた社員っていうのがああいうの作っちゃったんでしょう。で次ですね、ガチで競技用レベルの新マップをいい加減出してほしい。こんないらん。ギレル始めて3ヶ月前マップに飽きてきている競技者の方々、2、3年くらいこのマップだけでほとんどやってると思うと、相当なものだと思うと、いやこれなんだよな。普通にさ、同じ環境同じマップで2、3年、もう4年くらい経つんじゃないですか。嵐実装されてずっとそれでやってるわけでしょ。まあ大会で使われ出した期間で言うと3年ぐらいかなになると思うんですけれど、いやほんとさ、よう飽きないよね。うん、まあ飽きないっていうか、まあ飽きてるから多分やめてる人相当おると思うんですけれど、それ飽きるよ普通に。3年もさ同じマップで戦ってた、だって1ヶ月でも飽きるよ。新あるもん。やっぱ環境が変わらないってさ、面白くないよね。いやもちろんその新しい銃とか実装されて変わるってのはあると思うんですけれど、いや抜本的なさ、マップが変わらないってきつすぎるよね。あまりにもきつい。うん、まあこれはちょっとね、見ていいと思いますね。かわいそうだなって思いますもん。遊戯王とかさ、3ヶ月に一遍変わるけん環境、禁止制限変わるし、まあ、カードとかやったらだって一月に一遍はパック出るからさ、どんどん変わっていくけん楽しかったってのはあると思うんです。コアコード1ヶ月でどれくらい変わりますかね。全然変わんねえもんな。そら飽きるよな。怖いこと。俺飽きて当然だと思う。辞める人が多くて当然だと思う。だって環境変わんねえもん。アップデートがこんだけ
ていてさ、新しいスキンはいろいろ実装されるにもかかわらず、マップは全然変わんねえからさ、これ飽きるわな、普通に考えて。やめても責められないよ。いや、まあ飽きるよね。飯とかでもさ、ずっと同じもの食ってたら、どんなに美味しくても飽きるわけじゃないですか。お寿司皆さん結構好きな人多いっしょ。寿司も毎日食ってたら飽きますよ。お寿司もね。で、荒野行動の改変ってね、お寿司食うときに最後、わさびをつけるかつけないかぐらいのね、そういう改変しかないんですよ。戦う部分の改変に関しては。まあそこがたまにね、生姜とかに変わったりとか、からしに変わったりとかするだけで、まあ別にその目立ってすごい変わるわけではないっていう。いや、ずっと寿司か、みたいな。たまにさ、寿司の上のネタが変わるだけ。マグロかサーモンになるとか、それぐらいで、いや寿司やんみたいな感じになるっていう。たまにさ、先にその先行のアップデート告知で細長いフォルムだけ出て、おなんか寿司じゃない見た目のやつ来るかなみたいな、ついに寿司からハンバーグになるみたいな、いやハンバーグ楽しみだなと思ったら細長いね巻き寿司が出て、いや寿司やんみたいな、うん、ハンバーグとかもうオムライスにしろよみたいなね。まあそれぐらいのなんかね、小手先の改変しか声行動ないんで、もうそれは飽きますよね。